わけはないし。当たり前でしょ。あー、もうこういう時に限ってパーマンたら姿現さないんだから。おばさま、きっとパーマンたちが来て三尾さんを探してくれますよ。そうだよ、そのうちにきっと来るよ。だいたい1日に1回は来るんだから。その間にもしものことがあったら、もうパーマンなんかと友達になるからこんなことになるんですよ。おばさま、まだパーマンに連絡がつかないのか。はい、何しろいつも三尾が連絡しているものですから。あ、させてほしいの。ハーコさん、お願い。あのお兄ちゃんでもね、二人きりの兄弟なんだよ。ガンコちゃん、ハーコはん、これ厄介やな。本当だったのね、誰かにつけられてるって。連絡ぐらい簡単にできるんでしょ。ね、早くお願い。